さあ、焼肉ミートジャーニーシリーズで今回はね、一番なんだろうな、ダチョウ倶楽部にとって一番たくさん通ったんではないかっていうのがこの四ツ谷三丁目にある羅生門さん。なぜかといったら事務所が向こうにあるんですね。で、昔フジテレビが顔出しをったとこにあって、フジテレビの番組で何かがあったらここで打ち上げ、オートプロで何かあったらここでなんとかで、芸人が何か焼肉行くって言ったら羅生門って言って、おそらく一番通ったとこだと思うんですよ。あのたけしさんもよく、たけしさんからの流れですね。たけしさんがオートプロにいたんです、昔いたんですよ。たけしさんもみんないたんです、軍団さんもいたんだけど、その時にたけしさんの関係でたけちゃんが来てるからって感じで僕らもよく連れて行ってもらった懐かしの焼肉なんですね。それを今日はちょっと自分の人生のジャーニーでもあるんだけどそのなんかもう羅生門で改めて羅生門食べようかというそんな感じです。ネイチャー田中さつしもんのウソチャンネル、いいよあ、ここでやってる、あ、ごめんね、懐かしいよ、ここなんですよ。あのね、俺たちいつもね、モノマネとかなんかあったからね、いつもここなんですよ。ここがなんか、あの、なんだろう、ダチョウ席って言いますか。いやなんか嬉しいな。どのぐらい前ですか、一番最初に来たのって。あ、これね、俺覚えてるのがね、30年前ぐらいの山田邦子さんに、オタプロ入ったから、くりこちゃんの全盛期で、人の意見なんか何も聞かない頃いや本当何にも聞かない頃のくりこさんがあ、ダメだよって3人並んでこのスペシャルカルビを食わせてもらったら、うわっ、売れたらこのカルビが食えんのかと。で、俺は逆にこの思ったのは、あの焼肉って言ったら僕、ふるさとが松坂で本物のメス牛食べてて、で芸人だって金なくなって分かんなかったんですけど、あの美味しい肉が食べれなくなったけど、ここは松阪牛使ってたから、懐かしいと思ったね、俺。あの時言えなかったけどね俺にとっては懐かしい、みんなにとっては高級カルビ。なんて言ったって、モノマネ王座の優勝して深夜2時に再収録があって3時から羅生門だったからね、3時からカルビでもね、ここに全員入って70人か80人が全部カルビ食べて会計300万とか、そのテレビの、テレビが全てもうものすごい予算があった頃の、今の YouTube の高いのでポーンってやってるのがテレビだった時代ですここは本当に本当にこう、ほら今は亡きリュウちゃんですけど、リュウちゃん肉食べないのにここのは食べたからね、高いからここ若手連れてくるほどまだ俺ら売れてないんですよ。いろんな思い出あるね、松村が若きしこう、ここで変なことやって出禁になったりとか、だって軍団さんとかもよく来られてたってお話したと思って、たけしさんは本当当たり前だから、そうですよ、なんかラジオ終わりでアオさんっていうとこが居酒屋で、アオさんのお前さんと一緒に食べてたりとか、だから全然入りにくかったね、今日先輩がいたとかの感じで、なんかあのこの時期にジモンさんがこうここに来るっていうのもやっぱりゆえさんのあれもあるんですかね、ちょっと思い出というか、なんかあるでしょ、なんか急に流れがこうなったのも、あ、でも全然違うメニューがある、びっくり、焼肉屋さん、あ、新しい、ほら柔らかロースのニンニク風味、柔らかロースの味噌風味とか、こんなん今まで全くなかったですよ。青ネギのほら、チヂミとかこんなんなかったよ。ラーメンまでありますね。本当にラーメンだ激辛なホルモンとか、ミートジャーニーとしてはこういうの言ってほしいんだろうけど今日懐かしいのが、スペシャルカルビ写真があるじゃん、これやっぱりこれね、これ絶対頼めなきゃいけない。あ、すいません、注文した方がいいね。アサリが必ず出るんだ、さっき。アサリ、ね、ジャリってするとことが多いんだ。いや、懐かしいけど、それでもそれが懐かしい味なんだよ、俺。うん、美味しい。あ、ガリッとした。落とした。あの頃と変わらない。同じ味です。美味しいんだよ。美味しい。塩。砂抜き甘いねってことになるで、これはだからサービスです、ね、そうですね、俺メインの肉じゃない、これサービスです、はい、失礼します。あ、これ3人入れたやつ、これ3人入れたやつ、
だけど、だけど、もう、ちょっと変えた。ちょっとサラダっぽくなった。もっと昔は韓国韓国、あのごま油の、はいはい。ちょっと確かなんか、同じなんだけど、ちょっと違う気がする。なんだろう。でも普段僕が食べてるタンね、比べるとだいぶね優しい感じでしょ。優しい感じって言い方がわかるかな。だいぶ優しいよね。火強めだから。ジャガイモブラウンまで出さないでジャガイモこれちょっとやるな。熱いところと寒いところに分かれてる。コメント僕は見ててもあのテラカドブラウンって言葉全然使ってくれないですね。カドだな。やっぱりやっぱり白川とかのね素人なんだよ。はい、俺らが秋田頃に流行ってる。当たり前だよ。あのねすぐ来てるやつなんて絶対ダメなんだよ。秋田頃秋田頃。これね二枚ずつね。おお。ネギは自分で食べたい分だけ取ってってください。はあはあ、懐かしいなこれ。うんうん、タンだな。な松山千春さんみたいな感じ。そうだね。お店には代表の料理ってあるじゃないですか。そうですね。ここで出したもんでタンっていう人はいないです。あとりあえずタンから行きたいじゃないってことで頼むっていうことですね。上原です。あ、上原さん。上原見きたい、原見きたい。あ、いいとこ取っててくれてる、これ。ただあのコメントとか見てるとジモンさんの年齢でよく食べれるなってすっごい多いですよね。普通食えないだろうっていう。あ、そういうこと。いや、めっちゃ、うん、めちゃめちゃ多いですよ。60でこんなに食べるっていう。そう、そう、あれ、そうそうそう、この番組だけが食べてんじゃないからね。言っとくけど、そんなもん食べてから番組でこんなもん食べてるわけだから。言っときますけど、あれが僕にとって1日の3分の1以下のことです。本当ですよ。だどうしたって、だからやっぱ訓練だったり、まあ、運動とか生活だろうけど、それぐらい頑張ってるってことかな。いやいや、面白いじゃん、そういうのって。いや、すごい。一人でたくさん美味しいもの食べたいと思ってる人間なんだよ、だから。だからお笑いがないがしろになっちゃったの。うざ。ハラミ、極めそうじゃん。うお。これ、一番いいハラミですよ。これ焦げやすいですね。タレやすいですけど焦げやすい。これ焦げてんじゃないですよ。テラカドブラウン出てますけど。出てますね。これタレなんですよ。タレの部分がちょっと焦げたけど、お肉はそんなに焦げてない。出た。叩くんじゃないと怒る人いるじゃないですか。はいはいはい、で俺の焼き肉食ってみろって言うんだよね。まあそういうことで文句言ってる人一生俺一人に行かないけど。これね、これはタレの味を知って、お肉の質を知って、味を知ってるからこその仕事なんです、これ。だな。これをね、タレの中にね、もう漬け込んじゃうんです。はい、皆さんこれ、これよく見てる方はもうおなじみですよね。おなじみです。泳がすんですよね。泳がすんですよ。ひた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 って時にね、さっき叩いた部分にね、おつゆが、タレが入るわけですよ。うわ、うん、うわ、今日は花見最高です。うざ、
失礼します。こちらがスペシャルカルビ。おお、これです、これ。これが思い出のあれですよ。こうです、こうで、はい。こちらがヒレです。いや、ヒレ、うわやばいです。あ、今日のメインイベントです、これ、これ。うわやば。ヒレ、ヒレが牛からこれからいっちゃうから、もう懐かしいのどんどん行こうよ。青春の味です、これ。本当にダチョウ倶楽部の青春の味。ちょうど3枚ですね。ちょうど3枚だね、本当にね。リュウちゃんもう食べないよ、これはもう。いや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 、本当に多少もんだよ。あ、わかります。ここのほら、これがこれ焼けた証拠です。あ、もう焼けた。はい、これ焼けた。これ焦げてないです、これタレです。まさに毛玉のムラ。あ、これ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 、うわ、これもうちょっと引ける。うまそう。失礼します。はい、はい、うわ、ラショウモンに通ったり、ライスがうまい。カピカ、見て、これ仏壇に値するから仏壇にしてください。なのでこれは一番味の濃くて、バウンドバウンド。うわ。モノマネ王子の優勝の味。これちなみにこれで9000円です。9000円じゃないですか。6000円ぐらいのやつに一切れ作るんだから9000円です。バカバカって覚えろ。腹なんじゃないか。そうでした。そうでした。これは払うんですね。焦げちゃったね。うわー、やばー、うまそう。タレがね、うー、来た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 。うわー、すごい。完全に寺門ブラウン入りました。そうですね、入りましたよ。うわー、これはうまいし、寺門してますよ、これ。本当の贅沢ですよ、これ。このヒレどうすんの、これ。うん、ああ生きてるよ。本当に生きてないと楽だよ。そうですね。あ、スペシャルメニュー、スペシャルメニュー、こちらがスペシャルレバー。スペシャルレバー、ありがとうございます。ちょっと味濃いのにいってます。うん、レバーいきます。これはレバーも焼き肉で食べるってのね、いいの。これももう速攻で食べる感じでいいじゃないですかね。もうこれタレがついてるので、厚みが薄いじゃないですか。これはこのこういう精肉屋系の焼肉屋でレバー食べるときは、うん、もうちゃんと焼くっていう、うん、飯に合うレバーがね、うん、味がついてる。これみんな好きなように食べて、はい、うまいわ。早いですね。もう入った瞬間うまいって言える。同じ味の、まあ、特上身の身のですね。綺麗に開いてるね。うん、薄いからこれ。せっかく野郎にはすごくいいですよ。すぐ焼けるから。いやー嬉しいなー。多少もん来ちゃったなー、なんか。でこうやってさ、
来たら変わらないのにこういう同じ味があるっていう店をさ何軒持つかっていうのも一個の大事なんだよ。なかなかほらお店の方が終わっちゃうとこもあるし、まあこれは本当に俺らデビュー当時とかだからもうかれこれ40年近く来てるわけですから、そういう店がそういう同じメニューであるっていうのは非常に嬉しいです。ミノもこうなってくるとちょっと人の芸術だっけ。うまいわ。裏返っちゃう。八丁味噌系のさ、この昔の焼肉の味です。焼肉って言ってやるとパパッと食えるからいいね。ゆっくりゆっくりだら待たなきゃいけないけど、また違って自分のペースで好きに食べろ。焼肉の本当の答えは自由。焼肉の本当の答えは自由。来ました。はい、これはね、締めのテグタンスープなんですよね。でね、このあとデザートも常連だからってデザートが出てくるんですよ。へー、まあ、常連だとこれが出るっていうのがあるんですけど、これもね、なんかねスープもこうやって昔はこんなのそんなのどうでもなかったんだけどね、スープなんでこうやって肉ばっか食ってたんだけどね。だんだんこういうのが美味しく感じてきました。しみる年だ。ちょっとご飯残してくんですよ、こうやってね、これをね、うん、うめえじゃねえか、うめえじゃねえか。これうめえ、下品な食べ方なんだけど、ああ、ね、ちょっとこうやってこうやってこうやってね、ちょっとね全部染み出せない、このぐらいがいいんですね。おこのぐらいこのぐらい。めっちゃうまい。ラジオモンさんって焼肉食べた後必ず出るデザートがあって、ああ出ました来ました。すごいタイミング。これいつもそうなんですよ、すいません。あのメロンなんですね。芸能人はメロンを食べてるって。これね、あの常連の人だけでいいんだよね、これね。そうですね、お得意様に。お得意様に。メロン、ちょっと今日分厚いっす。あ、そうですか。すいません、なんか今日サプライズだった。メロン、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 メロンですね。熱っ。うん、メロンは勝利の味。今日も一日頑張ったな。本当にこう、ほら今は亡きリュウちゃんですけど、リュウちゃん肉食べないのにここのは食べたからね。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。